中央口コンコースオルデンブルク中央駅は、ドイツニーダーザクセン州オルデンブルクにある鉄道駅である。1915年の開業。駅舎の建築様式は、有限としている。ドイツ鉄道の近郊列車以外にも、アイス、インターシティなどの特急列車が停車する。また、2000年に運行を開始したドイツ最大規模の、私鉄、ノルトベストバーンが乗り入れる駅でもある。 ブレーメンやハノーファー行きが1時間おきに運行されている。また、本数は少ないものの、ベルリン・ミュンヘン・ライプツィヒー行きの直通列車も出ている。オランダとの国境方面へは、ノルト大ヒモーレやエムデンなどの終着駅行きが出ている。オルデンブルクの北方に位置するビルヘルムスハーフェンやエーゼンス南方に位置するオスナブデュックへは、ノルトベストバーンが接続している。 オーフェナディーク駅やオステルンブルク駅の閉鎖以降は、オルデンブルク市内で唯一の鉄道駅である。そのため、中央駅という故障の是非がしばしば疑問視されていたが、2011年に郊外のベヒロイ地区に新駅が開業することになり、明日ともに市の交通網の中心となる運びである。ありがとうございます。